はい、皆さんこんにちは。2020年、第1回目の、投稿になります。今日のお題はですね、こちらです。音楽とは、音楽とは音楽を楽しむって書いてですね、リズムとハーモニー、まあ音程ですね、の組み合わせになります。で、今ちょうどね、定期演奏会がどん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 中止になって、皆さんね、本当に時間を持て余してしまってるんじゃないでしょうか。ね、元気な人はね、本当にもう学校行って楽器吹きたいよと思っていると思いますので、ね、まあ、残念ながらね、そのコロナにかかってしまった人はね、早くね、回復することを願っています。まあ、でも元気な人はたくさん今のうちに基礎力を高めていきましょう。はい、それで、この音楽、今日は、簡単に、リズムですね。リズムについて説明したいと思います。じゃあリズムは、じゃあどうしたらよくなるのか。じゃじゃん。はい。リズムイコールタンギングテクニックですね。タンギングテクニックとバリエーション。例えばテヌート、スタッカート、レガートなど。で、まあ音程、まあハーモニーについては、まあこれスケール練習。スケール練習の中でもメジャーのね、メジャーマイナー。超音階、単音階ですよね。それと、まあ、インターバル。ハーモニー練習はね、一人ではできないので、割愛しますが。で、今日は、タンギングの中でも、そのバリエーション、じゃタンギングはどういったものかということを、ちょっと、簡単に噛み砕いて、ご説明できたらと思います。タンギング、そうですね、ここで挙げたテヌート、スタッカート、レガートですよね。レガートは皆さん聞いたことありますかね、レガート。で、僕もずっとね、中学高校とクラシックの先生にずっと習っていて、もう本当に徹底して、本当に基礎をね、叩き込まれたというか、まあ、自然にね、その先生の持ってるテクニックだったり、その音楽性だったりっていうのをすごく吸収できたんですが、基本は、まあ、これトランペットですよ。トランペットなんですけど、弦楽器、バイオリンですね。特に、バイオリンに合わせる、バイオリンとか、まあ、ビオラとかチェロとかね、何でもいいんですけど、やっぱり弦楽器のようにトランペットを演奏するっていうのがクラシックの基本なのかなっていうことを感じています。そのトランペットの場合は、まあ、ちょっと本当に噛み砕いて説明すると、この形になって100年ですよね。バイオリンはあの形で300年、例えばストラディバリウスとか、あの時代、300年前の時代から全く変わってないですよね。ほぼ形も、作り方とかも変わってない。まあね、ちょっと多少はあるのかなと思うんですけど、私はね、専門家ではないのでわからないんですけど、詳しくは。でもやっぱりこう、音楽界の中で一番優秀な、まあ、バイオリン、要は進化もしていない、もう300年の間そのまんまずっと現代に、生き残っている、本当にもう古代魚のシーラカンスのような楽器なんですが、そのクラシックの基礎をもう脈々と培っているバイオリンのように、トランペットも練習演奏できたらいいんじゃないでしょうか。で、そのバイオリンのサウンドをこう意識しながらタンギングの練習をするといいかなと思います。はい。で、普通、私はそうですね、クラシックはテヌートからずっとこう教わって、それかまあスタッカートになったりとか、だから、ですので、テヌートとスタッカートをまずは徹底して、練習することをおすすめします。例えば、テヌートですよね。音がしっかりこう、なんですかね。先ほど図で書いたんですけど。テヌートの場合は2個目ですね。この形です。で、音と音の隙間がなるべく少ない。
でずーっと響き切った音が、バイオリンの演奏と一緒ですね。リリリリリ、そう。それに対してスタッカート、基本はこういう形、ちょっとの、なんていうんですかね、まあ、同じく響き切った。こんな感じですね。はい、今日はまあテヌートとスタッカート、スタッカーティシモ、パン、ね、これもうちょっと短いかもしれないです ね、 このね、うん、その、うん、それも本当にバイオリンの演奏のように、ね、バイオリンのピッチカートとかバイオリンのテヌートのように、うんうん、空気をずっとこうね、テヌートの場合はもうずっと延々とこう同じ太さ同じスピードで、この3つのパターンを徹底的にバイオリンのイメージで練習してみてください。それではさようなら、また会いましょう。